私行きます。お、はい、実体験なんですけど、都市伝説じゃないんですけど、昔嫌なことがあって、学生時代なんですけど、夜あの地元が結構なんか危ない人が、夜だったかな、夜だった、いいじゃん。あ、そうだね、荒れてるからね。夜だったと思うんですけど、学校の帰りだったんですよね。でそしたら、車が近づいてくるんですよ。でそれで中から男の人から声かけられたんですよね。で今旦那さんにも話したんですけど、お家まで連れてあげるよって言われたことがあって、でその時に頼りにしてた人に、あ、これはなんかやばそうだなと思って電話して、走ってお家まで帰ったってことがありますね。なんかあの昔よく言ったのは、コンビニとか入った時に、なんか君さって、あの人に付きられてるから危なそうだから送ってあげるよって言って、なんかそのまま拉致するみたいな。そういうのがあるんですか。もう、そういう手もあるんですか。要は2人組で、1人は怪しいふりしてなんか追いかけてて、で、いやなんかあの人になんかちょっと狙われてるよ、危ないから僕ね送ってあげるねって言って拉致するみたいなこともあったりとかしたらしいです。怖い。いずれにしても知らない男にね、ついてきてダメだよ。僕の知人もね、やっぱりそういうのに怖い思いしたりもしてるんで、なんかこう、音がずっとついてて、マンションの前までずっとついてて、で、なんかこう、マンションのこう、ドアカチャって開けて、まあね、ギッて開けた瞬間に一緒になだれ込んでた。それ知ってる。この前聞いた本人から。本人っていうか、まあ詳しくはね、あんまり言えないけど、詳しくはご本人から。本人は話さないと思いますけど、夜道には気をつけて、後ろのね、女性はやっぱり過剰になんか何もないのになんかこう意識されてもね、違うみたいな思います。違うそういうんじゃないみたいな。確かにあのちょうどね、こう歩幅とか同じだからついてってるみたいだけどね、音もこっちなんだよねみたいな。ありますね。大きめの時とか。俺もこっちなのみたいな。俺ないねみたいな。さあ、では一人一つ喋ったところで、もう一周しましょうか。お、2周目。2周目して、都市伝説の語りは終了にしようか、しましょうか、はい、思いますんで、では。まあ、そのまま流れで。あ、僕がいいですか。これ結構割と有名かもしれないですけど、僕が15年ぐらい前の時、ネット、インターネットっていうのを普及してた頃に、ありますね。黎明期に怪しいワードだったんですけど、今で言う2チャンネルの母体ですね。2チャンネルの母体になったサイトなんですけど、掲示板があった。